ションオンチュー、こんにちは、ドクターレーションです。今日はですね、私の毎日メイクを紹介していこうと思います。歴代級に崩れないメイクですので、ぜひチェックしてください。このランコムのファンデはマットとツヤの間なんですけれども、本当に崩れないし綺麗にカバーしてくれておすすめです。こちらは持ち歩き用に使っているクッションファンデなんですけど、パフがいいのでこちらでニットファンデを伸ばしていきます。私がこの夏愛用しているパウダーはこれです。かなり崩れにくくしてくれます。ルースパウダー状なので、最初にちょっとはたいてから使うのがおすすめです。眉毛は私アートメイクをしたので、すごくこれだけで簡単に終わらせてます。マジでね、アートメイクやってよかったです。で、アイシャドウやる前に唇を保湿しておきます。アイシャドウはクリを2つ使っていきます。まずはね、すごいキラキラのやつをつけて、涙袋もキラキラにするんですけど、このキラキラは格別なキラキラです。粒子が細かいので涙袋につけても変になりません。締め色はオレンジっぽくない茶色で、この色を使っていきます。いつもあのロージーローザのブラシでのせてるんですけど、今日忘れちゃって手で塗ってます。で、2色合わせた色はこんな感じに発色してます。まぶた上のアイライナーはリキッドで長く伸ばします。結論ね、 K パレットがやっぱり一番落ちないですね。で、目の下は石灰ラインっていうのかな、あの垂れ目っぽくするやつ作るために、ケイトのこちらのジェルライナー極細を使っていきます。これ描くのと描かないのじゃ目の印象が本当に違うので、ぜひ皆さんやってみてください。最近マスカラ難民だったんですけど、これに落ち着きました。お湯で落ちるって言われたんで不安だったんですけど、かなり落ちないです。汗じゃ落ちない絶対。ハイライトはこちらのディオールのパレットの白を使ってきます。セザンヌも好きなんですけど、やっぱりこれは粒子が細かくて上品にしてくれます。前髪が浮かないようにこれでちょっと止めておきます。ウルトラマンっぽく止めます。で、チークは仕事終わりに塗り直したくて、ちっちゃいサイズのものでセザンヌのこのカラーを使ってます。色可愛いんですよ。そしてこちらですね、これ塗ると本当に持ちが良くなるんで下地みたいに使ってます。で、この上に私の好きな色をつけていきます。リップモンスターとロムエンのコラボなんで本当落ちないです。完成です。はい、横から見るとこんな感じです。見ていただいてありがとうございました。木曜日がライブ配信で、金曜日曜 YouTube 更新してます。ぜひチャンネル登録お願いします。またねー。